はい、三島スカーです。先日レトロイドポケット3が早速届いたのでスクフェスをインストールしてみたのですが、音の遅延が半端じゃなくゲームになりませんでした。他のゲームでは特別ひどい遅延は感じませんでしたが、スクフェスだけ異常に訪れをしていました。ということで今回は他のオーディンプロ、ライト、そして同じ液晶サイズの iPhone SE と音の遅延を比較してみました。まずはレトロイドポケット3から検証していきます。最後に少しだけ実演してみます。後ろの音楽とボタンの音のズレ、そして画面に落ちてくる譜面のズレが見て確認できますね。音ゲーをあまりやらない人には少し分かりにくいかもしれませんが、これはかなりのズレです。譜面と音楽のズレも設定上限のせいで間に合っていませんし、そもそも Android 特有の入力遅延とは別になぜか音声遅延がやたら強いせいで絶対にシャンシャンが合いません。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この音の遅延も特別音ゲーをやらない人には問題はなく、レトロイドポケット3はビルドクオリティも良く、値段と性能のコスパも素晴らしいです。16対9の液晶を生かして PSP の専門機やカジュアルに PS2 やゲームキューブを遊ぶのもおすすめの端末です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。